タコをね問題だって思ってない方も結構いらっしゃるから問題なんですよ。外反母趾の人はもうほぼ 99.9% 皆さんここに。こんにちは、アンドステディ小野崎です。今日は小指の下のタコがある、そして足が冷えるというダブルのお悩みをいただきましたので、こちらの回答を2回に分けて説明していきたいと思います。はい、今回のお悩みです。はい、小指下のタコ、横アーチの崩れ、土踏まずがフィットしない、はい、足が冷えるので甲まで覆う靴ばかりになる。はい、これでお一人なんですか？はい、はい、女性の靴のお悩みを解決するアンドステディです。あなたの靴のお悩みも解決しませんか？詳しくは概要欄まで。このお悩みは今4つに分解できますよね。はい、はい、横アーチの崩れ、これは横アーチが低下しているということなので、まあ置いておいて、さらに、まあ、土踏まずがフィットしない、これは縦アーチがちゃんとあるってことですよね。そうですね、うん、で土踏まずって構造上あの土を踏まない場所なので必ず浮いてるんですよね。だから平たい靴の中敷きっていうのはフィットは絶対しないんですよ、まず、うん、でフィットしないで、じゃあここに土踏まずがね持ち上がったインソールが入ってるあの中敷きとかもあったりしますけど、これも良し悪しで体重をかけてねこう歩き出した時に足の形って変わるんですね。その地面からの衝撃を受けて土踏まずがこう潰れたりするわけですよ。だから土を踏まないこの形状のここにね、良かれと思ってここにインソールを入れた時に踏み込んだ時に邪魔になるんですよね。アーチが潰れようとする邪魔になるので、みちみちに入れるのは実際良くない、良くないけど入れたがるなんかそこが支えられた方が楽になるかもみたいな思い込みもある、そういう側面もあるけど、入れすぎたらとても危ない、これはねあの両方覚えていていただいた方がいいと思いますね。はい、うん、まあこれがまあ2つ目ですね。で3つ目ね、これまず今度小指のタコ、もう何と言ってもうちで一番多いご相談って、まあ、外反母趾はもちろんなんですけどタコなんですよ。でタコっていろんな場所にできるんですね。そうみたいですね、うん、で、まあ、タコっていうのは角質がまあ層になって剥がれ落ちない状態なんですよね。うん、足がまあ本当だったらねこうふっくらしてるはずなんですよ、足の裏とか、はい、だけどここに圧がかかりすぎると足は守らなきゃいけないと思って角質を厚くするんですよ、うん、それがタコになる。なるほど、うん、だから、タコとは言えないけどちょっと角質が溜まってますねという言い方をすることも結構ありますね。で、まあ、タコをね問題だって思ってない方も結構いらっしゃるから、問題なんですよなんだけど、そうだからあなんか角質が溜まってますねから本当のタコになって、でさらにひどくなると今度魚の目っていうものになります。魚の目になると痛みが出るんですね。そう、痛いです。もう本当にもう下からねグーって押されて、ずっと押されててすごい痛いですね。だから体重かけないように変な歩き方するようになりますから、だからこうなる前にタコの状態をちょっとどうにか良くするっていう、タコでとどまっといてもらえればいろいろ打てる手があるんですよねってことですね。であとはそのできる場所ですね。で今日の方は小指多分この辺だと思いますね。はい、うん、これはね、もう O 脚の方とかにすごく多い。つまりこう足のね、これ中央だとして、こっちが内側で、こっち外側とした時に、外側にグッグッってずっと行ってるわけです。はい。だから体重が外に流れてしまってる。まあ立ち方なり歩き方をしてるわけですよね。だからここにできるんですよ。で外にグッグッって行ってるってことは、体の外側にダメージが起こるんですよね。だから小指とか、あとはすねの横張りとか、あとはもう腰が痛くなるという方もいますけどね。大体全部そこを連動してきますよね。で、あとね、ここっていう方も多いです。はい。ここはまあ一番多いんじゃないですか。まあこれはね、何が起こってるかというと、結局ね、ここがつま先になっちゃってるんですよね。で指が、本当だったらこうやって指が、こうやって横アーチがあって指が地面に降りてる、この状態が正しい足の骨格なんですけど、はい、ここが落ちちゃって
落ちちゃうと指って浮いてくるんですね。でこの状態で歩いてる人っていうのはこうやって歩いても指まで体重いかないわけですよ。でここで止まるのグッて。だから、一応ね24センチあっても指の分っていうのは実は何にも働いてないから実際は今21センチぐらいのここの中でその人は足をね、動かしてるわけですね。そうするとここにグッグッて歩くたび体重がたまる、はい、そうするとタコがすごく熱くなってくるっていうのがこれをもう必ずもう 100% 快調速ですね。快調速、はい、であともう一つ多いのはまあそうね小指のこの脇とか、まあ、これもそうですよね。こうやって当てにいってんですよね自分で、だからこの下は下で問題だけど、まあ、同じような原因で小指の外、あとは足が靴の中で前に滑っちゃってる、そうすると靴の脇にここが擦れて、そうです。で同じような原因で今度親指の脇っていう人もいるわけ、はい、これは外反母趾の人はもうほぼ 99.9% 皆さんここに私たちがコブラと言ってるやつですね、はい、足の親指の、まあ、正しい使い方はここを使うんですよね、腹を、だけど腹を使わないでねじってひねってこうやって歩く癖が、まあ、外反母趾を作ってくるんですけどね、こういう歩き方してる人は親指の脇に角質が溜まってここにタコができる、だからだいたい1箇所2箇所3箇所4箇所ってもちろんここの母子球にある人もいるけどこれはまた外反母趾の人とっても多いですね。ああそうですね、だから足の中央かあとは外かあと内側かみたいなところで何か角質ないかなっていうのをまず見てほしいっていう感じですよね。そうメッセージみたいな。そうです。あともう一つ忘れがちなのが、はい、指の前。指の前はびっくりですね、はい、そうでもここは靴の中でね足がちゃんと止まってれば捨て寸っていうのが必ずここ1センチから 1.5 センチあるんですけど、はい、ズルズルって前行っちゃったら指はねまあ、靴にぶつかっちゃうわけですよ。それで角質がたまるんですよ。なるほど。だけど自分じゃこんな自分のね足の指の前見ないでしょ。見ないです、ね、そうだから気がつかない。でそういう人はもしかして捨てすんって概念がちょっと分かんないかもしれない。みっちみちの靴履いてる可能性をちょっとね疑いますよね。常にもうみっちみちみたいな。そういうことです。もしくはゆるゆるの靴履いてるからズルズルっていつも靴の前に足が滑って、あいつもかかとをこれ脱げますよねみたいなこともとても多いですね。ちょっとでも足の指の先 見ようと思えば見えるのかな。そう見ようと思えばね。でも見ようなんてだモチベーションがなくないそう、そうだから例えばこういうねあのお悩みの中でもタコが心配でみたいに書かれてもこの全部の場所によって原因が全然違うんですよってことですね。そうだからここの場所にいつからこういうタコができてみたいなそこまで細かく分解して書いていただけると明確に回答ができます。なるほど。この方多分指があんまり使えてなくて外に重心が流れちゃってるなっていうのが、まあ、分かる、お悩みかなと思いますね。はい、なるほど。ちょっとね足の裏を見て一回見ていただいて、そうですね、ご自身がどこに角質が溜まってるか。だからね痛くないうちに来た方がいいですよ。ですね、痛くなってから来る人が本当多いですよ。もうそうするとね打てる手が限られちゃうわけですよ。痛いって言われるからね。そうですよね。痛くないうちに硬いぞっていうだけで、そうですね。のうちに来ていただけるのがいいということなので、はい、はい、足の裏見てみてください。はい、はい、それでは今回はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。